どうぞ。どうぞ。何なの？今からボートシュノーケリングツアー。自慢ばっかりじゃん、やっちんちゃん。絶対オリオン T シャツ買ってきてよね。そんなにいっぱい自慢するんやったら。そんなに沖縄自慢するんやったら、絶対オリオン T シャツ買ってきてね。白で L サイズ。白の L サイズ。ずるすぎ。絶対買ってきてよね、ほんとに。よいしょ。なんかすげえサッカーボール、イエー。おーでーおーでー、チラランちゃん、ギリギリミヤちゃん、やっちゃんさん、やっちんちゃん、じゅんくん、つかとし、お、やっちんちゃん2300回目訪問ありがとう。みつばちゃん、総監督、いしちゃん、たくちゃん、じゃがさん、いしちゃんさん、ファンレベルアップありがとう。総監督イエーイって、イエーイ、ポン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 ってありがとう。イエーイギフト、ナナシちゃん、デンデンちゃん、ミルクテちゃん、クーちゃん、こんにちは。ミツバちゃん、頑張れーって、頑張れーってありがとう。あ、サッカーボールギフトもありがとう。待ってたよギフトもありがとう。もうこんちゃん、すごい素朴なひよこ。キラーちゃんは何をしてんの、火遊び。今日もこう炊いて清らかな気持ちでいきましょうや。そして今日も、今日ってお昼食べていきたいと思います。今日こちら、キャラーン、千里眼監修濃厚にんにく醤油ラーメン食べたいと思います。美味しそう。そんなこれから夕方からお仕事あるにもかかわらず、にんにくを食べる女でございます。はい、そんなの関係ねえ。にんにく食べて今日も元気いっき。もうこんちゃん、みつばちゃん、たくちゃん、ぽちゅっちゅありがとう。うう、あ、いい匂い。せーの、いただきます。天地返し。はあ、いい匂い。わしわし麺っていうやつ、これが。いただきます。うん、もはやうどんじゃんね。ほら、ラーメンではないよ、これもうもはやうどん。うん、うまい。あっ、
これマジでニンニク入ってるラーメンってなんでこんなうまいんだろうね。トンピーマンちゃん、あ、ありがとう。ちたきさん、てやちゃぷちゃん、まままさん、しゅいじょうちゃん、やっちやん、こんにちは。ちたきさん、トンピーマンちゃん、グリッタギュッタありがとう。まままさん、百キラありがとう。てやちゃぷちゃん、まるべらぱ、かさごちゃん、さんちゃん、こんにちは。みんなは何食べたんですか。カルボナーラ、うめ。カルボナーラってあんま食べないな、私。あ、見てほら、ゼロカロリー。体脂肪を減らす。ゼロカロリーです、これで。モコンちゃん、おんぷありがとう。まあ音楽のようなね、ラーメンって音楽離れてるもんね。すする音、スープを飲む音、音楽っすよね。パン屋の惣菜パン3個も食べたの、すごっ。パン屋の惣菜パン美味しいよね。パン屋のパンがさ好きだからさ、コンビニでパン買わなくなっちゃったよな。あれ、キルはいるのバレた？キル？キル、さっきユリアにいじめられたの。ユリア、おはよう。ヒロノリ、おはよう。まさかちょっと呼び捨てされるなんて思わなくて、呼び捨てファンタジーやな。コロッケパンうまいよね。入院、子供の頃、そう、保育園の時髄膜炎でさ、2週間ぐらい病院でさ入院してたことあったのね、髄膜炎になって。で、病院食って美味しくないじゃん、子供向けじゃないじゃん。と、だから全然食べれなくてさ、牛乳しか飲んでなかったの。そしたらパパがさ、いつもコロッケバーガーみたいなの、売店とかで売ってるコロッケパンみたいなのをさ買ってきて、それずっと食べてた。美味しいよね。ひろのり元気？ひろのりもう怒ってない？大丈夫？ひろのり。グリくんさん、チュブさん、もぐもぐ。今音楽、これ歌だから、今歌歌ってるのと一緒だよ、これ。ほら。だってひろのりが全然返事してくれないから呼ぶでしょ。ハチ、こんにちは。ごめんね、ちょっと遅れちゃって。本当は12時からさ始める予定だったんだけどさ、なんせおばあちゃんを、おばあちゃんの送迎を頼まれちゃって、おばあちゃんの送迎してました。12時、ちょうど12時に帰るとか言い始めたから、帰るっていうか送ってって言われたから送ってった。いいよっつって。
でも12時から配信あるんだったと思ったけど、まあおばあちゃんほら免許返納してるからさ、足がないとどこにも行けないから送っていきました。ごめんね、そのせいでそれをしていたからちょっと遅れました。そしたら途中コンビニでおばあちゃんがこのラーメンを買ってくれました。お昼ご飯。ロボ散歩さん、米沢さん、ともあきちゃん、こんにちは。うん、うまい。みんなやっぱりラーメンすする音は音楽だと思ってんだ。孫差別するおばあちゃんじゃないよ、違うおばあちゃん。孫差別するおばあちゃんは父方のおばあちゃんなんで、今日は母方のおばあちゃんです。やっぱりみんなラーメンすする音は音楽だって思ってんのかな。見て、昼はドア前、ドア待ち。キルはポンスケさん、こんにちは。キル、元気なんかな、おばあちゃん、父の方の。うん、出せよって感じ、開けてって感じ。ひるやーんと言いながらあくびをする。そして毛をなめている。この前ここに毛玉吐いてってびっくりした。うんちかと思っちゃった。諦めろ、キルはもうドアが開かないってのに。ドアもう開きません、諦めてください。うますぎる、てかすごい美味しい。ヨーグルトみんな好き。私ヨーグルト好きじゃないんだけどさ、嫌いな、ヨーグルト別にそんなに好きじゃないんだけど、ヨーグルトって体にいいって言うからさ、なんかちょっと最近不摂生やからヨーグルトでも食べようかなって思って、朝ヨーグルト、夜ヨーグルト、夜ヨーグルト食べるといいって言うからさ、夜ヨーグルト食べ、寝る 2,3 時間前ぐらいにヨーグルト食べると、寝てる間にその乳酸菌とかビフィズス菌が活性されるからめっちゃいいらしいんで、腸に。あー、ダメ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 。すっごい美味しいヨーグルト見っけた、すっごい美味しいヨーグルト見っけたんよ。携帯ないからさ、見せてあげる。なんか冬の入道雲みたいな名前の、冬の入道雲みたいなさ名前のやつ、美味しいから食べてみてほしい。ちょっとみんなググって、みんな検索してみて。
何？携帯取り行くからいいよ。携帯取り行くついでに行くよ。うるさいなぁ、ほんとに。やん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 。臭い？臭い？じゃあ、はい、バイバイして、みんなに。せーの、みんな、チュールください。僕の大好物はチュールです。皆さん、ぜひたくさんのチュールをお待ちしております。お願いいたします。キラー君にもプレゼントお待ちしております。僕もタワーが大好きです。僕もタワー好きだよ。僕もタワーがあったら登っちゃうよ。わーん、わーん。はい、外出ようとしてたうちの猫やん。あ、この部屋に入るとニンニクさんの匂いがすごいわ。さあ、キラー君の思いは伝わったでしょうか、皆さんに。キラー君の思い、願いは皆さんに伝わったでしょうか。クリームキットちゃん100キラー、ロッペちゃんこんにちは。10万 Z さん100キラありがとう。冬の入道雲ってあったでしょ。冬の入道雲、これこれこれ、このヨーグルトめっちゃ美味しい。ローソンに売ってるらしいよ。でもう一個、ぐーたらミツバチっていう、ぐーたらミツバチっていうねやつも、これは関西では見ない。私もこの前初めて出会ったんだけど、なんか SNS でプチバズりしてて、そんなに美味しいのみたいな。ヨーグルト嫌いだけど、嫌いではないけど、ヨーグルトそんなに美味しいのと思って食べたの。結構美味しかった。なんか嫌な酸味がなかった。酸っぱいじゃん、こういうヨーグルトって。無糖の、あの酸っぱさがなくて美味しかったな。おすすめ
ローソンに売ってるよ。ローソンに、ローソンでしか見かけない。うん、でもこの前ゼッキー401にさ、新潟のさゼッキー401わかります？尾形来てた。尾形パンサーの行きたかったな。一日一日警察署長みたいなのやってた。そう、昨日か、昨日なんか一昨日なんか分かんないけど、一日警察署長みたいなのやってたよね。ライちゃんぽみ行きたかったの。特殊詐欺には、まあ、詐欺には気をつけようみたいな感じで、尾形さんはよくドッキリを仕掛けられて騙されてますみたいな、だから尾形さんみたいな、なんで尾形さんなんだろうって思ったもん私正直。だって新潟関係ないやん。ボリューミー。汁はさすがに体に悪いからあんますすらない。食べ終わりました。ごちそうさまでした。こないだ会社のお祭りでアキナとギヨンと勝見さゆりさん記念勝見さゆりさんのさ、そのなんか貧乏エピソードみたいなのでさ猫缶をさおにぎりに詰めて持たせてた、勝見さんに持たせてたっていうさゆりさんのエピソード、昔小学校だったか中学校の時に聞いたのを覚えてて、え、猫缶で食べれるんだ人間でもって思った。猫缶をにマヨネーズ入れてあたかもツナマヨみたいにして
おにぎりに入れて。猫缶の方が安いし量多いからそうしてたって。で、克美さんはそれ知らずに食べてるってことだもんね。それが衝撃的で、私の中で猫缶って食べれるんだみたいな。みんなも猫缶食べたことは、チュールは食べたことあるけど猫缶は食べたことないな。うち猫缶使わないからさ、家にないからさ食べたことないんだよね。猫いるけど、ウェットフードはあげないね。チュールしかあげてないな。だいたいカリカリ。アメリカ留学していたスーパーで一番安い缶詰食べてたら猫缶でしょ。そう、猫缶が一番安いんだよ。そうそうそう、猫缶が安いんだよ多分。でも多分それほど猫缶も美味しいんだろうね。タッキーさん久々。タッキーさん久々っすね。そういえばせっせっせいご来ないね最近。竹人せいごひろのり持ってったらキラーさん食べるかな。いやキラーウェットフード好きやから多分食べるよ。食べますよ。でも私そんななんか変な餌を、なんか正直言ったらあんまりなんていうの、安い餌を与えないからさ、キラー君には。ココヌンありがとう。オンプチュッチュ、なんか大容量の餌とかは与えないからさ、正直ちょっとチュールぐらいだよね。おやつとかなら全然いいんだけど、猫缶ってどうなんだろう。安い猫缶とかはマジであげない。3個重なっててとお得みたいなのはなんか怖くてあげないね、あんまり。ああいうのって、安いのってなんていうの、まあ、チキンとか書いてあるかもしれないけど、ああいうのって鶏の骨とか鶏の内臓とかめっちゃ入れてるらしくて、なんかあんまり良くないって。チキンだけを使ってるやつが一番いいって言ってたけど、まあそういうのは高いんだけど、ちょっと袋のやつはいいかな。袋のやつ前あげてたわ。うちのさやつはさ、なんだっけ、一応なんかさ泌尿器系のやつが弱かったから子供の頃、今はもう治ったんだけど、猫のさ尿管結石とかになる、猫ってなオスってなりやすいから、それに一瞬まあなりかけぐらいになった時に結構本当におしっこ撒き散らしてたから、それを
でもうちの猫ちゃんこれ食べてます。うちの猫ちゃんはこれここのやつを食べてます。るちゃん、みんみーちゃん、総監督、ポコネ、こんにちは。でもね、ピュナリワン、ピュナリワンっていう、ピュリナワン。なんかさ、最初この尿路系のさ、やつ食べさせてたのにさ、ママが間違えてこの、間違えてさ、ママがこのさ美味を求めるみたいな書いてあんじゃん。こっちを買ってきたらさ、今度さその尿路系の方のさやつをさ食べなくなったの。買ってきたら多分美味しかったんだろうね、こっちの方が。そりゃ美味を求めるって書いてあるからさ、多分美味しかったんだろうね。くっそと思って。でも最近ね、ウェットフードも出たんですよ、こちら。本当に美味しかったの。ほら、美味を求めるバージョン、これウェットフード。最悪だよ、カブ尿路の健康が気になる方。そうだよ、私はさ、そっちを気にしてさ、そっち買ってきたのにさ、本当に美味しかったみたい。まあいいんだけどさ、全然。ピュリナですね。ピュリナでした。よし、メイクしないと。メイクする。こっち切ったね、キルアの毛。ちょっとメイクするからあっちに移ろう。ダリン、わーい。痛くて、うんとこどっこいしょー、うんとこどっこいしょー、うんとこどっこいしょー、うんことどっこいしょー、うんとこどっこいしょー。タッキーさんファネベラブ、ありがとうございます。体ぐー夏に何度かげきぐー、
みょんおつたき様です。シャキーン、パワーバップ。鼻が痛いんだよね。面長かなこれ。ドラミもプチュッチュありがとう。お、ガチミンちゃん仕事行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。サチモス復活で一発目、どんな曲か、どんな感じの曲か楽しみだね。ねえ、てかサチモス復活するだけでもう嬉しい、もう嬉しい。曲とか関係なくもサチモスという存在がまた現れてくれただけで嬉しい。私はありがとうって感じ。メイクレシピこちら、とりあえずこれで今日は乾燥さんメディカルモイスチャーエッセンスローションで保湿していきます。メイク前に、まあ保湿って大事なんだけど、保湿しすぎてもメイクよれちゃうからね。鼻が痛い。ほっぺがすごいカッサカサ。うん、なんか メイクしないで行きたいな。めんどくさいから。
メイクも音楽だからね、ペチペチ言うし、何でも音楽にする女。なんかスポンジさ、メイクポーチに入れてたらなんか目ん玉みたいなのついたんだけど、何なんだろう。こんなん絶対ついてなかったはずなのに、何なんこの目ん玉みたいなの。しずくちゃんみたいになっちゃって、お、めぐみのちゃんファレベル10ありがとう。てちてちこんにちは、おんぷちゅっちゅありがとう。みつばちゃんもありがとう。はぁ、あ、いいよし、よし。お、水道橋ちゃんおつたき様です。あさぎさん、こんにちは。よいしょ。そしたらコンタクトを入れまーす。この青のコンタクト結構本当に鮮やかな青だじゃないですか。でもみんなには結構あれなんだよね、好評。あなたたちにも、あなたたちにも好評。なぜかちょっと奇抜すぎるかなと思ったんだけど、意外に好評。もともとがこんなさ、シドバシちゃん、ひまわりの種なのだ、ありがとうなのだ。アザギさん、キラ100ありがとう。おシドバシちゃん、92人目ファンファンありがとう。ともこさん、こんにちは。新しいフードって切り替え大変だろうか、同じシリーズのウェットフードにする。優しい、ありがとう、楽しみ。キルガー君喜ぶんちやん。ハゲキングさん、あ、やべえ、飲んじゃった。名前がちょっと好きすぎて。ハゲキングっていい名前すぎるやん。小学生がつけるような
名前。ロンベンちゃんファネベラアップありがとう。はい、そしたらやっぱ健康維持にしようと思ったけど美味の方がいいのか。なぜかみんな名前を2回読みます。ハゲキング何度だって読みますよ。私は人から付き合えたあだ名です。もうその人は小学生の脳みそやな。その人小学生の脳内小学生やな。ハゲキングってこちら、1個目実演メイクレシピ、セザンヌ毛穴レスコンシーラークリア。これクリア以外あんのかって話なんですけど、これで毛穴を埋めます。ハゲキングってハゲの王だよ。ハゲ界の王ってことだよ。すごいよね。そんなにハゲてんのって思っちゃう私。それハゲのハゲ界の王だからさ、そんなにハゲてんの。失礼。ワンピースが始まるまではハゲと呼ばれていました。髪の毛はふさふさです。なんで髪の毛ふさふさの人にハゲキングって、ソゲキングみたいな。次こちらコスメデコルテ、サンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC02 番、日焼け度、今日はね日焼けしそうだもんね、日が出てるから。そうよそうよ、あんまりいっぱい塗らない方がいいんだけど、少量でどんどん足していくのがいいらしいよね。ダーツ仲間だかソゲクングみたいにハゲキングと付けられました。ダーツ仲間ってなんかおっしゃんだな。メイク好きな人はさ、エミリンチャンネルのさ、エミリンチャンネルのさ、最近出た小田切ヒロさんとのアットコスメ爆買いみたいなの見ると面白いかも。いっぱい教えてくれるから。ダーツとかさマジでしたことないけど、意外に才能ありますよって言われた。やっとこの前やった時、意外にちゃんと狙ってて草って言われたの。そういうのダーツ教えてくれた名前も知らないお兄さんに、名前も知らない人に、まあ優しかった、本当にいい人やったな。うまかった、しかもダーツうまかった。才能ありって言われた。ハンデ付きで戦ったのねその人と、まあ結構なハンデ付きで、まあ私本当にガチ初心者やからさ、そしたら勝ったのねハンデあったら、ハンデあったら勝てたんよ本当にお兄さんに勝っちゃったよ私が、まあハンデあったけど。もう当たる気がしません。あ、そうなんや。じゃあ結構前のあだ名をずっと使ってるんだね。友達仲良しだね。鴨志田さんおつたき様です。少々さんこんにちは。
でもダーツってさ本当に夢中になってると時間忘れちゃうね。ずっとやってられるもん。あれちょっと手疲れるけど、まあそんなになんか鼻がすごい。髪が取れない。緑を足したら赤みが収まるかなと思ったんだけど、あんまり収まらない。真っ赤な、うん、花のトナカイさん、うん、わーみたいになってる今。やだな。最強コンシーラー使うか。のぶーさんこんにちは。ハゲキングさん音符ありがとうございます。ダーツとかな、なんかお酒飲んだりしながらするのが一番私は好きかな。シラフで あんまやろうって思わない。失効してしまうポイントがあったので使わせていただきました。ありがとうございます。使っていただいて優しい。いただきます。グアポさんこんにちは。みんなこんにちは。のぶちゃん、バンフィーちゃん、ファネベラップありがとう。この傷は癒えないね、さすがに。無理やり消すしかない。グアポちゃんありがとう。ケビンちゃんもつたきさま。そしたらパンババン
コモクニパンティオリンドクネカツガツリガツどんな夢も食えるもん俺だけのもんこのコースガツガツリガツふふふ胃袋皿に乗せてにゃにゃにゃぼんぼんぼん山奥へもんぼんぼん取り込んぼんぼんぼん海奥へもんぼんぼん取り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 込んトリコの話してもね誰にも通じないんだよね。アユとかもトリコ知ってんのか、アユとかトリコさ知ってるかなと思うとねあんまり知らないんだよねトリコトリコ意外に好きでさ、トリコ意外に好きなんですよ。私も別にそんなに詳しくはないんだけどトリコ面白かったけどね。うん、旅出るんだ。あ、フォローしてくれてたの、ハゲキングさん。優しい、ありがとう。ぜひまた来てください。ありがとう。いってらっしゃいませ。ヒロ君、つたき様、トトルデッサン、こんにちは。ニワルだって、ニワルだって、ニワリ。お誕生日じゃねえや、結婚おめでとう。てか、リカちゃん、ママになるんだよね。全然想像つかないの。トリコはね、トリコってトリップっていうアニメがあるんだよ。トリコっていうアニメがあるんです。久しぶりにメイクするからさ、ちょっと緊張するわ。何に？逆にドラクエ全然知らない私。てってて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 てちゃんさん、こんにちは。鼻の赤みちょい消えたかな。
みんなも久しぶりにゆりあちゃんがメイクするとこ見てんじゃない。うん、サチパパってゆりぱいさんパパなの、ゆりやっちゃうサチパウダータタタタタタタンタンタタンタンタンタタン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 タタンタタン、タタ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 、みんなお昼休み終わったんじゃない？トリコって食材探しの金に男みたいな、まあまあまあそんな感じ、じゃあそんな感じ、幻の食品、美食家だからねトリコ。もうもうもうやろくえもうもうもうトリコ、なんか見たことある？
面白いけどね、トリコ。下地完成。まだ下地かよって思うよね、うん、今日は下地に時間がかかった。携帯どこやったんだ、あっちか。では皆さん、ちょっと下地までなんですけど、昼配信ここら辺で終わろうかなと思います。誕生日発表します。13位が、番匠ちゃん、ありがとうございます。ちにひろくん、ありがとうございます。ちちくーちゃん、ありがとうございます。ちもこんちゃん、ありがとうございます。9位とんぴーまんちゃん、ありがとうございます。8位てちてち、ありがとうございます。7位ドラミョン、ありがとうございます。6位たくちゃん、ありがとうございます。5位ポコヌ、ありがとうございます。4位ハチ、ありがとうございます。3位総監督、ありがとうございます。2位みつばちゃん、ありがとうございます。そして1位がトコ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 ちゃーん、水道橋博士、ありがとう、ありがとうございます。また夜に配信させていただきます。決まり次第連絡いたしますので、よろしくお願いします。では皆さん、この配信もおつたき様でした。また夜にお会いしましょう。ありがとう、おつたき。今日はちょっとキルアくんで、キルアくんの背中、カトシオンプチュッチュ、ありがとう。オリデちゃんもありがとうございます。ハラちゃんもキラキラギフト、ありがとう。こんばんは。
お疲れ。今日は疲れた。もう心身ともに疲労って感じ。はらちゃん、ありがとう。皆さんありがとうございます。今日も一日お疲れ様です。疲れたね。私だけかしら、こんなに疲れてんの。なんか3年分老けた気がする、疲れすぎてはぁって感じ。みんな元気？ゆりやちゃんは元気じゃない。私は元気じゃない。ギルピーちゃんと配信して。ギルピーちゃんと配信して、ゆりやちゃんの代わりにね。寝てないでさ、なんでそっぽ向くのよ。さっきまでこっち向いてたじゃん。配信始まった途端そっち向かないでよ。じゃあそっちに、ま、向ければいい。こうすればいい。こうしよっか。いっちゃ、あんよ口開ける、あのキラーなんよ、くちゃい。ご本人はいるんですよ、ここに。顔出しはできない、老けたから。キルピー配信して、ちゃんと。キルピーずっとなんかカズーちゃん使いさ、あ、めっちゃパワースポットさんじゃん。めっちゃパワースポットさんだ。久々です。ちょっと顔マジでほんと老けた今日。
ほんピーマンちゃん、オリゼちゃん、音符ありがとう。お疲れ様だってありがとう。今日も明けが大変。今日は散髪に行ってきました。お、いいね。キラーも散髪する？クツトシちゃん頑張れってありがとう。頑張る、生きるよ。つなき、あ、桜の人さん、つたきさん、もう引かと思った。ガチ猫ですよ、かわいいしょ。ちなみに毛猫もうみんなに見せびらかしたい。見せて見せて、キラちゃん。うん、どうですか、特等席。あ、あ、いいね、いいね、いいね、いいよお兄さん、いいねお兄さん、いいね、サービスショットだね、いいね、キラー君サービスショットだね、めちゃめちゃキラー君めちゃめちゃサービスショットじゃないですか。めちゃめちゃサービスショットじゃないですか、キラー君。ASMR かわいいね。もうちょっと下がってくれればいいんだけど、はい、これを下げればいい。トコ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 。かわいいわ、キルアのおかげで。回復してきた。鼻のドアップだけでやネズミに見えるって、こんな可愛いお花してるわけないじゃん。ネズミがこんな可愛いんだぞ。ねえキルティン、はい、すぐ舐める、可愛いよ、かっこいいよ、可愛いよ、うん、今日も一緒に寝ますか、キラー君。ツバついてる。ツバ垂らしながら寝てたんか、お前は。うん。気持ちよさそう。いいな、ゆりあちゃんもこうやって構ってくれる、構ってくれる人と一緒にいたいわ。ユリアちゃんは将来猫になりたい。いいとこの猫、いいとこの猫になるぞ、生まれ変わったら。ね、生まれ変わったらいいとこの猫になるからね、ユリアちゃん。キラーに出会うわ、そしてキラーと結婚する。最高。構ったら切れそう。私が猫だったらってこと？かわいいね。いやーカキカキ。ここら辺かいくとエアーカキカキするらしい。本当かな？うん、いやカキカキしないじゃんね。
ふわふわすぎんだろお前。自分の尻尾に反応したいし、今ここに映ってた。怒んないで。今日も一日おつたき様でございます。おつたきって。構いすぎたら切れるよ、キルア君は。ねえ、切る。なんかクンクンしてる。お、サービスショットじゃん、めっちゃいい。いいですよ、そこ。そこいいですよ。そこにいてください、ずっと。めっちゃいい。めっちゃいい。いいや、配信者やん。おー、向こう向いちゃった。あ、水道橋ちゃん、バットバーギフト、こんばんは、ありがとう。アルパカーチゴーちゃん、ファネベラッパ、ありがとう。アム、あ、バレた。あ、ロビンちゃんはネビラッパ、ありがとう。タキちゃんもつたきさなです。とりあえず今日は寝て、とりあえず今日は寝るわ。疲れたから早めに就寝するわ、キルアと一緒にね。早めに寝よう。ボテ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 ージ。猫パンチ。タカさん、おたきちゃん、おつたき様です。かわいい、うちの猫がかわいすぎて困っちゃう。ほんまにかわいくない、うちの猫。わっ、かわいい。音符ちょうだいって、みんなに音符ちょうだいって言いな、キラ。音符ちょうだいって。あ、コーシー音符ありがとう。猫パンチ、おららっこさん、こんばんは。猫パンチ、おー、勝負ショットすぎん。イエーイ、イエー、あー、いいたい。何するん。え、怖い怖い怖い。なになになに。背後を取られた。お、みつばちゃん、ありがとう。ロッペンちゃんもんぷちゃちゅ、ありがとう。たくちゃんもんぷちゃちゅ、ありがとう。みんなありがとう。西の北さん、こんにちは。みんなありがとう。
ひろあくん、なんでそんな遠く行くの？今日配信してくれるって言ったじゃん。配信してよ。今日の配信者じゃん。かわいい。え？かわいいよ。大丈夫だよ。美女いいよ。美女いいよ、お風呂。美女いいよ。さきんちゃん、おんぷちゅっちありがとう。みんなおんぷちゅっちありがとう。おキルアも意外に小顔効果発揮するんやん。たきんちゃん、おんぷちゅっちありがとう。キラおて、キラおて。しません、うちの猫そんなことしません。おてなんて、おちたき様です。キラおて、おかわり。さすがに猫に配信は無理じゃね。できます。いるだけで可愛いんだから。猫なんて、猫なんているだけで可愛いんだから。ほら、あ、寝る、あ、寝ちゃうの、かわいすぎ。こんな、こんなかわいい配信タワー10本立っちゃうわ。たきちゃんこんばんは。お手、うちも、私はお手しないよ、私はお手しないよ。おしょうしょうさんこんばんは。じいじい、キラーくん、まささんこんばんは、ありがとう。皆さんこんばんは。寝落ち配信はダメです。そんなこと言わないで。リーレンさん、寝てないって、ほら寝てないよって、ほら寝落ちしてないよって、ほら寝落ちしてないよって、ほら今起きたよ、ちゃんと寝落ちしてないよって。タラポン、バトマンギフトありがとう。寝落ちしてないよってね、起きてるよって。キラキラくん、おーい、起きて。かわいい、なんか帽子かぶってるみたい。白目向き始めてる。帽子かぶってるみたい。ひろくんこんばんは。あ、目開いてる。かわいい。おいと目、うん、寝そう。いいかい、今にも寝そう。あ、起きた、起きてるよって。やちゃんぽみー、パフィーちゃんもやぽみー。口のももさありたい、かわいいっしょ。 MSC さんこんばんは。今日はね、うち飼い猫に配信してもらってんですよ。ちょっと疲れて、配信主ちょっとお疲れモードなんで、代打で配信させてもらってます。あ、コメント欄は見えてますんで、コメントを全然してくださいね。コメント欄は見てますんで、ゆりあちゃん普通に。うん、普通にコメント欄だけは見てるんで大丈夫ですよ。代打もお疲れみたいです。本当にね、配信の代打もちょっと疲れてるみたい。やめてよ、家にずっといるだけや、あんたね。えうん、
クのフォルムがいい、本当に。おーい、起きて。なんでそっち向くん？ねえ。おーい。ゆりあちゃんも寝よっかな。よいしょ。休憩休憩、ちょっと休憩、心も休憩、体も休憩、休憩大事。ねえキラ、そうだよね、今日カメムシいたよね。今日廊下にカメムシいたんだけど、全然届かない場所にいてさ、まあ部屋に入っ、私の部屋に入ってこなければ全然いいんだけどさ、キラー君がカメムシとかで遊ぶと臭いからな、口をくわえてきたりすると臭いから、キラー君にだけは見つからないようにしないと、カメムシだけは臭いから。寝た？寝てる？寝落ち？寝落ち配信じゃん、キラー。それじゃあ、キラー、それじゃ寝落ち配信だよ。ペットボトルでカメムシホイホイ作ろう。え、そんなん作れんの？ペットボトルでどうやって作るんだろう。おっ、ギリギリミヤちゃんのハート飛ばしたら今ピクって起きたよ。かわいいでしょ、ロンちゃん。ロンちゃん、おはよう。ロンちゃん、ユリアのこと可愛くないって言うんだもん。ユリアちゃん、ロンちゃんに嫌われてるんだって。悲しい。猫は可愛いだって。キルアのためにタワー建ててくれるって、キャットタワー。ロンちゃん、キャットタワー建ててくれるって、猫かわいいから。ほら、ちょっとハートに反応するかな。ユリアちゃん、ハートより音符集めてるんですけどね。ハートより音符とミラーボール集めてるんですけどね。ねんねしてるから。なんですか。ねんね、ロンちゃんがねんねだって。ロンちゃんがねんねとか言ってるよ。おお、ミラーボール光ってる。キルア君、ミラーボールめっちゃ光ってますやん。ありがとう、ロンちゃん。うちの猫、またたび全然聞かないんですよ。俺もねんねする？やだ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 。ロンちゃん、寝ないで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 。ロンちゃん、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 寝ないで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 。お、93人目ファンファン、ファンファンじゃん、ゆりちゃんず、ありがとう、ロンちゃん。ワンデベラップ、すごい、ずっと回ってるミラーボール。回れ回れメリーゴーラーもう消し。もう消して止まらないように動き出したメロディー。ララララララルソー。明日
3時間かけてゴルフ行くのよ。やだ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 、ロンちゃんにもっと応援してもらいたい。やだ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 、そんなのやだ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 。3時間もかけてゴルフ行くってどこまでゴルフ行くのよ。まったく、また今度ね。だってすねよ、すねちゃま。うちの猫もまた飛び全然聞かないよ、ほんとに。猫ばっかり。猫とさ、動き始めた。おーい、そっぽ向いたよん。こまろちゃん、おつたき様です。寝落ち、これが本当の寝落ち。はい、こんにちは。よいしょ、やばい。息が止まるくらいの、ちょっと顔映しちゃったわ。最悪、死んだ顔を映してしまった。心霊と一緒、幽霊と一緒です。ちょっと寝落ちするから。疲れが顔に出てる。そう、多分疲れが顔に出て鼻にさ、綿腸できたんですよね。鼻に綿腸ができちゃった。わかる。あ、おはよう。鼻に綿腸はできるし、てっぺんに円形脱毛症できるし、すごいよね体って。正直ほんとつながってますよ、心と体は。みんなおはよう。本人登場。ごめんね、猫じゃなくなっちゃってごめんね。高幸ちゃん100キロありがとう。猫じゃなくてごめんね、ごめんね。ちょっと携帯どこやった。いた。みんなこの待ち受けにした？これ。みんな待ち受けこれにしてる？運気が上がるんだってさ。みんなこれにした方がいいぞ。これアレン様これアレン様だよ。アレン様 TikTok で有名になった。私がよくほら、私運動大嫌いっていう人、アレン様。アレン様多分見たことあると思う。 TikTok とか見てる人はわかるんじゃない。おすすめとかに出てくると思う。自転車でさ、自転車でさ、高速道路みたいなとこ入った人わかんない？その人なんだけど、
の人で、高速道路に間違って入っちゃった。これ知らない？自転車で高速道路入っちゃったこの人自転車の走行禁止されてるって言ったらどうしたらいいのこれ。首都高に。どうしたらいいの？え、どこ？電話は電話したらいいの？どっかにこれ。自転車で入っちゃった。え、どうしたらいいの？え、やだやだやだ。警察車両が来て誘導してくれるみたい。あ、警察が来た。多分、ね、後ろにそうじゃない警察。見た見た見たってるもん。誘導されぬ。間違ってたちょっと警察しない。この人。警察が来た。この人、この人です。ね、このあ間違えた。危ねえ。これ。待ち受け。なんかさ、みんなさ、写真の方が前に出るやつやあるじゃん。なんか写真の方が前に出る形のやつにしたいんだけど。ロック画面、写真が前に出る。どうやるんだろう。カスタマイズでできるらしい。写真追加。あ、そうなんだ。アレン様はできなそうだね。カスタマイズ。あ、できないっぽい。アレン様できないっぽいわ。誰だったらできるんだ。雪が止まるこの今淡い口づけをしようよ。あー、できないな。これもどれだったらできるんだ。いや、完了。とりあえずアレン様にしとこう。めんどくさい。よいしょ。アレン様が前に出てくれればいいのに、ちょっとやり方がよく分かんなかったん。iPhone めんどくさすぎる。
みつばちゃん、音符ありがとう。なんかさ、人間不信になりそうだよね、ママにね。そう、ママに言ってさ、人間不信になりそうだねつって、誰をどう信じればいいんだろうね、大丈夫かな大丈夫かな、あの人は大丈夫かな、この人は大丈夫かな、みたいな感じになってさ、それをママに言ってさ、そういう考えはダメだよって、そういう考えになっちゃダメって言われて、そうだよねっつって、ダメダメって、人間不信になりそうやでって話ですよ。ゴブタさん、え、ゴブタさんって違うか、ゴブタさん、あ、エンナさんルームの人なのかな、難しい話だよね。みつばちゃんもプチュッチュ、きょんちゃんもキラキラ、ありがとう。ともこさん、さんちゃん、ありがとう。みんな一緒に。ねえ、ベリーマルちゃんかよ、名前変えすぎ、わかるわけない。ミニマルちゃんわかんないよ、ミニマルちゃんを。それじゃあベニマルちゃんかよ、ベニマルちゃんにお願いあるんだけどいいですか、叶えてくれるかな、ベニマルちゃん、ユリアちゃんのお願い。ミツバちゃん頑張り、ギフトありがとう、頑張るよ。寝落ちしてた。MSC さんは本当の名前は何なんだろう。 MSC でいいの、 X、 MSC やったわ、普通に X でも、 MX、 MX、 間違えた、名前なんて言うのこれ、 MSC でなんて呼べばいいんだろう、なんすか、お、なんすか、これさ、でも大丈夫かな、言ってもいいかな、これ言っていいかな、大丈夫かな、怒られないかな、ミニマルちゃんに怒られないかな、ちょっとお願いがあるんですけど、ミニマルちゃんに、ファンレベル10になってもらえますか、タコメガネさん、あ、え、た、え、待って、ん、聞き戦です、コメントもらったら、拾ってもらったら嬉しかったりします、何でしょうか、ちょっとここにいるMSC さんとかタコメガネさんもそうなんですけど、ちっちゃいゆりやちゃんのルームでファンレベル10になってもらえないかなってお願いなんですよね。言っちゃった、うわ、言っちゃった、言っちゃったよ、怒られちゃ
お、ベニマルちゃん虹ギフトありがとう。あ、花火鳴りました、ありがとうございます。なるほど、配信はそこそこ毎日やってますか。ちょっと2120日ぐらいかな。申し訳ない、ごめん、少なくて2120日ぐらいかな、連続配信は。まあ連続継続でやってますね。もふちゃんさん、おつたき様です。は2000ご一数ですね。失礼しました。いいえいいえ。お時間はこの時間ですか。あ、お昼の配信とか、お昼とか。峯岸ちゃん、ファニベラップありがとう。お昼の配信、ね、鼻だから面長できたんだよ、やばいよね。お昼の配信、前半にお昼12時とか1時ぐらいに配信が1回と、また夜はね、ちょっとね、アルバイトもしてるので、アルバイトの時はちょっと遅くでこんな時間帯とかになるんですけど、アルバイトない時とかはまあ9時以降だよね。9時以降配信してます。だいたい9時以降に配信する形になってます。いや全然来れる時に、この時間でしたらよく来れますな。そうなんや、ありがとうございます。ぜひぜひ、まあ応援してくれたら嬉しいななんて思ってます。え、結局今何日なんだろうね、毎日配信。ちょっと分かってないよね、うちって毎日配信何連続してんだろうね今ね。毎日毎日、2135日やって、2135日毎日、2135日レイズ、ありがとうございます。そんなしとるか。お、ジュンダムさん、ファレベル10、94人目ファンファンありがとう。タコメガネさん、フォローありがとうございます。MSC さん、ちょっと名前長いなぁ、どう、なんて呼ぼうかな。 MSC さん、ちょっと名前長いなぁ、 M さんでいいかな。わってことは、そうそう、6、7年もやってるんすよ、ショールーム。すごいっしょ。継続は力なりですね。ね、なぜかまさかこんなに長く配信するなんて思ってなかったんですけどね。すごい、まだまだ知らない方がいてすごいなと思いました。ありがとうございます。ね、まさか連続配信何日ですかって聞かれると思ってなかったからびっくり。あ、あつひろさん、こんばんは。でもさ、何日ですかって言われても、何日って大体2000日って言っちゃうのよ。2100日ぐらい、2100日迎えたから2100日ぐらいって言っちゃう。そうだよね、すごいよね。なんかショールームはね、続きやすい、私の中でやりやすいんですよね多分。
面白い人いっぱいいるよショールーム。でも最近ショールーム規制厳しくて、下ネタ言ったらすぐバンされるから気をつけて、米バンされるから。本当に下ネタ、少しでも下ネタ言ったらすぐバンされる。実際今日も飲み屋で新しく出会いがあって楽しかった分に終電で帰ってます。文字いい出会いやん。私もなんか白馬の王子様に出会いたいんだけど、どこで出会えるかな。あ、ベニマルさん、ベニマルさんありがとうございます。95人目ワンファン、 Thank you。 もうちょっとであと100人やないですか、ファンファン。もうちょっとで100人じゃん、100人じゃん。え、今で会ってないですか？なるほど。今で会ってないですか？今で会ってないです。タコ、私にはなんか白馬っていうよりかタコに見えるんですよね。ちょっとタコにしか見えないんですけど大丈夫かな。公演後の古町でうろいろしてます私は。え、どういうこと？徘徊してんの今古町。古町20、やん、チューブちゃん、チューブちゃん、ユリアちゃんに出会ってるやん。出会いはありませんでしたじゃないでしょう。チューブちゃん、ユリアがいるやん。おざっす。飲み屋でずっとズワイガニ、ねえ、なんで誘ってくれなかったんですか、ズワイガニ食べ放題。カニ好きなのに。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。ベニマルちゃん6ヶ月ぶりのファンファンでございます。ありがとうございます。あいたたち、あらありがたいね、あらありがたいね。おじいちゃんみたいなんですけど、あらありがたいね、いやーねーつってね、ありがたいね。いえいえ、いつもチューブちゃんにはお世話になってるんで。今だってチューブちゃん貢献ユーザー3位にいますからね。ここほら、素晴らしい、素晴らですよ本当に。1位の方は、おーすごい、67万ポイントも全然差ありましたね。これ1位とエンジョイカラオケギフトってなんか、何位かつ何位、6、7位、5位かつ60万ポイント。5位かつ60万ポイント。全然60万いかないじゃん。40万ポイントはいかなきゃいけないのか。紫が好きなんですか？紫好きです。紫と緑とオレンジが好きなんですよ。ポスケちゃんこんばんは。みつばちゃん、プチュッチありがとう。ゴブタちゃん、ゴブタちゃんって呼んだ方がいいのかな。ベニマルちゃんが名前変えすぎな件について、私は紫が大好きですよ。私も紫大好きですよ。私の推しさえ紫と緑だった。ただ初号機が好きな、エヴァの初号機が好きで。そろそろ、そろそろみんな待ち受け変えた？そろそろ待ち受けみんな変えたかな。少々さんお疲れ様です。ジージー、少々さんさっきジージー、おお、エヴァですね、わかります。そう、エヴァのさ、エヴァで一番初号機が好き。すーごい、フロムチューブちゃんからレインボースターいただきました。 Thank you。5位で60万ポイント必要なんだよ、やばくない？
60万ポイントいくかしら。ベニマルちゃんで、ベニマルちゃん、ちょっと自分あのベニマルですって言って毎回入ってきて、ルームに名前変えてる時はベニマルですって、そのままゴブタでいてくれるんだったらいいけど、ベニマルちゃんたまになんかすぐ名前変えるからね。嬉しいな、みんなたくさん応援してくれて。歌歌おうか。熊の子見ていたかくれんぼ、お尻を出した子一等賞、夕焼け小焼けでまた明日、また明日、でるるる、いいな、いいな、人間でいいな、おいしいご飯にポカポカお風呂、あったかい布団で眠るんだろうな、僕も帰ろう、お家へ帰ろう、でんでんでんぐり返しでバンバインバイン。ありがとう、音符ギフト。そうです、今カラオケ部なんでね、紫色のアニメ音符とミラーボールを集めてるんでね、ありがとうございます。あ、パクちゃんも音符ギフトありがとう。わー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 、でんでんでんぐり返しバイバイバイ。これからはゴブタでずっと行きます。そうなんや。えなちゃん、えなちゃんルーム行けてないな私。えなちゃんにスクールデイズっていう変なアニメ、変なアニメをおすすめしてから行ってないな。放送禁止になったアニメなんだけどね放送はできないアニメなんですけど、なんかエンナさんがおすすめのアニメみんなになんか聞いてた回があって、結構前にその休止する前に、そこで私はスクールデイズがすごい、個人的にはスクールデイズっていうアニメがすごい好きなんですけど、おすすめできるアニメではありませんみたいな感じで言って、そしたら周りもあれはやばいみたいな、なんあれはやばい、あれはやばいみたいなこと言ってて、やっぱりやばかったかと思って、やっぱやばかったか。あ、もうちょっとでサウジアラビア VS 日本のあれが始まる。え、でもあんな、エンナちゃん見てくれたかな、スクールデイズ見てないかな。エンナちゃん、ドゥッタッドゥッタッドゥッタッドゥッタ、ダゾーンだけですよね。あ、そうなんだ。ダゾーンでしかやんないの今。あれは人によってはトラウマになるよ。あれはね。あれはさ、男の子から見たらもしかしたら最初はさ、エッチなアニメと思うかもしれないけど、最終グロいからね。エッチなアニメやった、フーフーって思うかもしれない。女からしてみれば、なんだこの主人公、マジクソ最低やないか、このカスと思うよ。なんだこのクズ男って思って、で最後まで見てったら、まあそういうエンドになるよねみたいな、そうなっちゃうよね、そんなことしてたらねってなるけどね。
そうなっちゃうよねみたいな。そんなアニメはおすすめします。皆さんに。スクールデイズ。西園寺世界。まあ私は、琴の葉ちゃんの方が好きだな。やってたん。クソ野郎が始末されちゃうとんでもアニメだよ。本当にそう。あ、花見川さんありがとう。こんばんは。まあ知ってて悪くはないんじゃない。面白いんじゃない。知ってて面白いんじゃない。また来ますね。10目指して頑張れ。優しい、ありがとうございます。こんな急に言った私に。あ、やっちんちゃんお疲れ。やっちんちゃん疲れてないの。やっちんちゃんはボートとかやってるからクタクタなんじゃない。いちごちゃん、たくやちゃん、こんたくやさんこんばんは。100キロありがとう。やっちんちゃん沖縄使えたんじゃない。ボート体験、ボートカヌーカヤックか。お、えちごちゃんファンファン96人目、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、なんかファンファンいっぱい増えて嬉しい。10になれたら褒めてください。褒めますよ、喜びます、褒めます。そしたら 毎月10になってもらった毎月10になってもらうそう、毎月10レベルを目指してほしい。今何時？51分。いや、何時から始めたっけ配信。ゆりやちゃんは配信何時から始めたの。Now 51分、52分、もうこんな時間なんですよ。本当にすごいな。50分だから1時間配信したんやね。みんなありがとう。今日は寝ます、早めに。今日はもう寝ます。なので男女発表します。13位タクちゃんありがとうございます。12位ハコウシありがとうございます。11位のりさんありがとうございます。10位カツカトシありがとうございます。9位タキウンちゃんありがとうございます。8位オリゼちゃんありがとうございます。7位ハラちゃんさんありがとうございます。6位カツトシちゃんありがとうございます。5位ミツバちゃんありがとうございます。4位水道橋ちゃんありがとうございます。3位ゴブタちゃんありがとうございます。間違えた、ベニマルちゃんありがとうございます。2位フィロムチューブちゃんありがとうございます。ありがとう。そして1位がどこ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 ちゃーん、ロンちゃーん。
ありがとう、ミラーボール10個もありがとう。今日は本当にバタンキューです。本当に心が疲れた。今日は本当に本当に攻撃を受けた。今日は疲れたんで早く寝ます。ではおやすみなさい。松滝様でした。皆さんまた明日お昼にお会いしましょう。おつたき様です。攻撃受けたの？いや攻撃は受けてはないんですけど、なんか心身なんかちょっと疲れたよね。やっぱり疲れるよね。もう心が疲れる。攻撃なんかよくわかんないですけども、なんかでもイライラしたり、起伏は激しかったね。私の中の心の乱れですかね。もう大変だって感じ。ではおつたき様です。ありがとうございました。おやすみなさい。